これから復帰記事を作っていきたいと思います。まず、少しだけ溶かしたバター30、復帰生地、6個分です。1個 30g です。次に卵が、35、2、グラニュー糖が27、薄力粉ドルチェが100、この材料で、作っていきます。まずですね、バターを潰して、クリーム状にします。その上でグラニュー糖を全部入れちゃいます。で、すり合わせるように混ぜていきましょう。こんな感じです。こういう状況になったらば、卵30、いっぺんに入れないで2回から3回に分けていきます。まあ大体これの3分の1マス入れましょう。最初は分離した状態ですけど、これを乳化させるような感じで、こういう状況までします。はい、2回目、液状になります。はい、そしたらここで薄力粉振らなくていいです。ベーキングパウダー一緒に入れちゃいます。で、ここから混ぜていきます。全然最初は水分が足らないんでパサついた感じですけど、だんだん水分が入ってまとまってきます。で、あんまりこねるようにはしない方がいいです。グルテン作っちゃうとね、押し付けるような形で、こんな感じで出来上がりです。で、冷凍庫です。